沖縄の旬なスポットをドライブ感覚で巡るハングリーナ、沖縄ガールズのレポート、アナウンサーの全力実況とともに一度は行ってみたい話題のお店をご紹介します。今回のドライブカーは常に時代を駆け抜け進化を続けたカローラスポーツ。荷物に合わせて自由にアレンジできるデッキボード、室内には充電用 USB 端子を装備し、ドライブをより快適に。さあ、あなただけの癒しの空間を探しにハングリーナ。今日はこちらからお伝えします。今回も案内してくれるのはキサキちゃん。思わず本人も笑ってしまうほど高いところから登場です。紹介するお店は北谷町宮城にあるエメラルドオーシャンサイド。西海岸のカジュアルアメリカンをイメージしたこのお店、オーナー好みのインテリアを多数飾っています。そしてロケーションが抜群なんです。窓を覗けば一面海しか見えません。はい、お待たせいたしました。 T ボーンステーキになります。ありがとうございます。さあ、本日のグルメは T ボーンステーキ。 T ボーンの特徴であるサーロインとフィレの2種類のお肉をこの一皿で楽しむことができます。いや、これはお腹空きますね。いただきます。さあ、まず一口目、噛まなくて美味しくて分かるんですか？そして一噛みしてまた驚き、どれだけ旨味があふれる肉なんだ。この肉はフライパンで表面を強く焼き味を閉じ込め、グリルでじっくり中に火を通しています。いやね、自然と笑顔になりますよね。ちなみに肉は 450g とかなり大きめのサイズ。こだわりのオリジナル調味料を数ブレンドかけています。さて、階段を上がってやってきたのは、そこに広がるのは3月からオープンしたばかりの屋上テラス。こちらも眺めは最高です。屋上ではチーズバーガーと自家製ジンジャーをいただきますが、気になるのがこの黒いバンズ。竹炭を練り込んでおり、トッピングも多数あり、自分好みのハンバーガーに。そりゃ肉 450g 食べた後でこのハンバーガーお腹いっぱいでしょう。最後はすっきりした味わいの自家製ジンジャー。ぜひ海を見ながらって海を背にしてますが、まあ楽しそうなんでいいですかね。海を独り占めできる開放的な空間で、あなたも食事を楽しんでみてはいかがでしょうか。ここで皆さんへプレゼント。ハングリーナのインスタグラムをフォロー。エメラルドオーシャンサイドの写真にいいねをしてくれた方の中から抽選で、なんと T ボーンステーキを2人の方にプレゼントします。詳しくはインスタでハングリーナと検索してください。